HB の第一スタジオなんですが、今ここで5月に始まる新番組ふみカフェのリハーサルが行われているんです。いいですね、あのピアノ、茶色のおしゃれなピアノ。そして皆さんカフェ店員風の衣装なんですね。お疲れ様です。こんにちは。こんにちは。今ちょっとよろしいですか？はい、すいません、リハーサルの途中お邪魔します。今日は新番組ふみカフェの初めての収録ということで、はいはい、皆さんいいですね、この衣装。かわいいですよ。着心地はいかがですか？まあ、あ、ちょっとあんまり良くもなく悪いもんね。セットもね、カフェ風でおしゃれだし、このピアノもいいですね、ふみさん。本当におしゃれで、猫足のすごい可愛いピアノなんですよ。え、本当そうですね、猫足、これはね、ちょっと見た目的にもテンション上がりますね。そうですね、上がりますね。はい、改めてこの新番組、ふみカフェってどんな番組なんでしょうか？どんな番組？まあ、北海道に馴染みのあるアーティストさんと、まあ、お菓子とかコーヒーとかもうなんか飲みながら食べながらして、まあ、お話ししたりする番組になっております。まあ、まさにカフェのように。そうですね、カフェのように、あと音楽を発していくみたいな。なるほど、ね、音楽を楽しみながら。あ、贅沢な空間ですね。そうです。じゃあこれからいろいろなゲストが毎回来るっていうことですか？そうですね。あ、それはすごい楽しみですよね。楽しみです。まあ、ふみカフェということで、まあ、リラックスして普段の自分を出しながらもね、楽しんでいきたいなと思っております。はい、こんなおしゃれなセットで歌を歌えるっていうのがすごい嬉しいので、まあ、歌も楽しみつつ、ふみさんと一緒にこう協力して今を作っていけばいければいいなと思ってます。このテレビ初めてなんですけど、ふみさんと一緒に毎回来てくださるゲストの方に楽しんでもらえるように自分も頑張れたらいいなと思います。楽しみにしております。さて皆さんね、多分なんで私がここにいるんだろうってずっとね気になってると思うんですけど、今日はですね、実はちょっとあるお願いがあってやってきたんです。 UHB 非公式チャンネルっていう YouTube のチャンネルがありまして、あのアナウンサーがいろいろな企画にチャレンジしてるんですね。で、今回ちょっと挑戦なんですが、アナウンサーみんなでアカペラをやってみようじゃないかという企画が持ち上がりました。ちなみに、あの経験者はゼロです。まあそうですよね。そうですよ。そこで、あれなんですよね、小生さんとりょうやさんはハモネプに出たことがあるということで。いや、すごいですよね。私ハモネプもう長年ファンで毎回見てるんですけれども、もうハモネプにね出たことがある方がここにいるっていうことが、私にとってはもうすごいテンションが上がっちゃうんですけれども、ちょっと聞かせていただく。2人でやってます。そもそもアカペラっていうのはこの5人だったり6人だったりでやるので、主旋律、そしてまあコーラス、そしてまあベース、ボイパっていうパートがあるので、ちょっとまずはリード、はい、ボーカルと、ジハモって呼ばれるハモるっていう。ジハモっていうんです。はい。別に君を求めてないけど横にいられると思い出す君のドルチェ&ガバナのその香水のせいだよ。すごい、っていう気持ちいい。ちょっと鳥肌立ちますね。簡易的にコーラスを。トゥルトゥルトゥトゥル思い出す、トゥルトゥル、カパーナ、オントゥルトゥルトゥー。で、残りがあとベースとボイスパーカッションなんですけど、はい、トゥル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 トゥトゥル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 。2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 100 101 102 102 103 104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 
iTunes。 別に君を求めてないけど横にいられると思い出す君のドルチェ&ガッバーナのその香水のせいだよ。感動しました。できる気がしない。いやできましたね。うますぎてちょっと一見難しそうに見えるかもしれないんですけど、やってみたら結構楽しかったり、はい、結構できたりね、全然できるもんですよ。そのゼロからのスタートでできるもんなんでしょうか。僕たちも音楽の経験が高校までなかったんですけれども、うん、大学であのアカペラサークルに入ってそこから初めて音楽に触れたので、はい、絶対できると思います。このアカペラやり始めて何年くらいなんですか。僕は今4年、で僕は一つ先輩なので5年ですね。はい、じゃあ私たちに与えられた時間は2週間ぐらい。2週間。いや、いけますよね。いける。いいよ。いけます、いけます。発声には自信がある方多いと思うんですが、ただ歌となるとねまた別じゃないですか。確かにそうです。あとはそのハモリとかボイパっていうのも難易度が高そうなんですけど、ね、振り分けっていうのは、まあ、メインボーカルはもう普通にこう歌に自信がある、うん、カラオケ得意みたいな、はい、コーラスは音楽経験があるとやっぱりこう武器にはなりますよね。ベースとボイパはやっぱりあの希望者って感じですかね。そうですね。ハモネプをずっと見てましたとか。全然やればやれば絶対にできるので。すごく難しそうに感じるんですボイパは特に。じゃあ熱意のある方。そうですね、はい、ということですね。通りです。でしょうかね。ちょっといろいろアドバイスとか機会があればご指導っていうのもお願いしてもよろしいでしょうか。もちろん。もし責任を持って僕たちが教えますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん頑張りましょうね。トゥル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 思い出す